北海道からこんにちは、トミーヒルフィガーです。誰かガストンのコツ教えてくんねえかな。はい、ということで今日はね、こちらガストン久しぶりにやっていきたいと思います。あのね、前回の、ガストン練習会第1回目、あの本当に初見プレイでどれぐらい練習したら使えるのかってことで、だいたい1時間ぐらい練習して、形はどうであれね、スキルループ最初から最後までね、なんとかできた。たまたまうまくいっただけなんですけど、なんとかね、一応形にはなったかなと思うんですけども、あれからねほとんどやってません。そうなんですよ、私ね、ガストンね、ちょっと練習が足りなくって、イベントとかで普段ねコイン稼ぎするのはやっぱりね、まだね、どうしてもジェダイルークの方が効率がいいので、ガストンのね練習する時間がなかなか取れていない状況でございます。たまにね、あのジェダイルークでできないミッションで、ガストン対応してるやつとかはガストン使ってねやったりとかもしてたんですけど、でもレベルが今37レベル、やっぱり育ってないよね。ってことで今日はね第2回目、ちょっと前置き長くなっちゃいましたけども、2回目のねガストン練習会やりたいと思います。ということで今日もね下手くそプレイ見ていただいて、なんやかんやねコメントいただいて、自分なりにね成長できればなと思ってますんで、ぜひご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。一応前回はスキルループをどんな形であれとにかくやろうっていうことで、もちろんね下手くそなんですけども、なんとかね、そこまでのレベルまで行くというのが目標でした。で今回は、スキルループができていることは大前提としてですね、ポイントとしてはまずチェーンのなぞり方、前回はねこうぐるっとこう円を描くように、ぐるっとね外から縁からこう円を描くようにやってたんですけど、やっぱりね上手い人のやつを見ていると、こうジグザグに左右にね、チェーンを作ってる人ほとんどがそうなんですよね。上手い人はねみんなそうだから、チェーンはこうジグザグに結構難しいんですよね。こう円を描くようになぞるよりもジグザグに消す方が結構ねチェーンが途切れやすい気がして難しいんですけど、あとこのねジグザグに消すことによってボブのね発生位置がねずれるんですよね。ぐるっと円を描くと真ん中らへん中心にボムができるんですけど、ジグザグにやるとやっぱり両端右か左が終わりになるので端っこにボムが落ちてくると、だから真ん中にボムがあるよりは次のチェーンをしやすいっていうのが利点のようで、やっぱりねジグザグにやった方がいいらしいんですよね。だからジグザグに消すっていうとこと、あともう一点、スキル発動した後に、ロングチェーンをだいたい全部で3回行うんですけども、1回目のチェーンの後ボムキャンで、2回目のチェーンの後のボムキャンした後に出たボムを先に消すって言えば伝わりますか。要は一番最後ガストンのスキルを使う前のロングチェーンはボムキャンじゃなくってスキルでキャンセルするためにボムはいらないんですよね。だからその分ボム邪魔だから先に消しといて、最後ロングチェーン1個でも多く長くやる、それをやっていきたいと思います。ということで今日は、また同じく1時間、はい、以上の2点、こちらを気をつけながらね、それができるように練習していきたいと思います。じゃあやっていきましょう。まだまだね失敗することも多いんですけども、緊張感持たせていきたいんで、自分にね、はい、コインプラスを使っていきたいと思います。ここで一回消す。なるほど、これをやっていかなきゃいけないと。なんかさ空中で消すイメージだよね、どっちかっていうと。これでこう
よし、難しいな。なんか追いながら連打してる感じですね。あ、でも意外とジグザグのチェーンでもいけてる気がする。お、調子いいよ、いきなり。あ、間違った。ボムを押そうとしたらスキル押しちゃってた。待つか。難しいな、このリカバリとかも。やっぱね、すぐ頭が回んないから難しいんだよな。前半良かったね、後半ちょっと崩れちゃったんですけども、でもまあ6000コイン弱か。まあ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 悪かないかな。じゃあこのままジグザグ消しと、2回目のスキルの時に先にボムを消して、3回目ね、しっかりとボムのない状態でロングチェーン作れるように頑張っていきたいと思います。
はい、ということで、1時間弱ですかね。まあ、1時間もちょっとやってないんですけども、ちょっと時間がなくなっちゃったので、ここでやめたいと思うんですが、ですね、やっぱりね、最初から最後までスムーズにミスなくできるっていうのはね、一回もなかったですね。やっぱりどっかでこう詰まっちゃったり、チェーンが途切れたり、あと、なんだろうね、スキルの効果時間が、ね、終わる前にこうチェーンのこう指を離してしまったりとか、やっぱねちょいちょいねミスをしてしまうんですよね。でまあ最初から最後までね綺麗にうまくいきましたっていうのはなかったんですが、だいたい平均6000コインぐらいは稼げるようになってきたかなと思います。やっぱね本当に失敗すると5000コインとかなんですけど、まあだいたい6000コインぐらいなんとか乗るかなぐらいの感じにはなってきましたね。でまあちょいちょい7000コイン台で、一番良かったのがまあ最後のね、ラストボーナスちょうどガストンが出たので、それで200コインぐらい増えたんですけど、8000コインギリギリね、はい、乗せることもできました。まあ実質7000コイン後半、7800コインぐらいだったと思いますけどもね。はい、ということでまあそれでもねちょっとしたミスっていうのもあったんで、まあ、やっぱりいかに早くガストンのスキルが使えるようになるかっていう残り時間、これでだいぶ変わってくるとは思うんですけども、はい、以前よりね全然良くなってます。まあ2回目の練習でこれぐらい稼げるんならまあまあいいんじゃないかなって個人的には思ってるんですけども、ただね今現在のジェダイルークの稼ぎ方を考えると、もう少し練習して上手くなっていかないとやっぱねガストンの効率が悪いと思うんで、もう少しねやっぱ練習したいと思います。はい、やっぱねガストンと時代ルークを使い分けてねコイン稼ぎこう両方ね使って稼いでいきたいなって思ってるんで、もちろんねガストンの方がね全然コイン稼ぎ絶対いいですよっていう風にねおすすめしてくれる方多いんですけども、まあ僕はそんなに考えてなくて、ガストンも時代ルークも同じぐらいだと考えてます。僕は結構時代ルーク稼げるタイプなので、まあ人によってね向き不向きあると思いますんで、稼げるからいいとかそういうことじゃなくて、楽しみながらね稼げる方、はい、それでやっていくのがいいんじゃないかなと思ってますんで、まあ、ガストンもねなんとかねあと数回練習すればある程度マスターと呼んでもいいのかなわかんないですけども、はい、もう少しね練習したいと思いますんで、またこういう動画上げていきたいと思います。ということでぜひよければね、今のね比較的いいやつちょっと動画として上げておきましたけどもぜひねアドバイスいっぱいあると思いますんで、ぜひぜひたくさんコメントいただけると嬉しいのでよろしくお願いいたします。ということで、第2回ガストン練習会比較的ね上手くなってきたと思います。ということで今日の動画はこれぐらいにしておきたいと思います。次回の動画でお会いいたしましょう。ホミーヒルフィガーでした。したっけ。